こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回は妖怪ウォッチ3新しいクエストをやっていきます。ということで、まだの方はチャンネルのご登録、動画の高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。コメントもお待ちしています。で、現在地はですね、あの不思議探偵社の中なんですけど、私この扇風機触って回せるの今気づきました。この夏からね、遊んでる寿司天ぷらでさえ気づいていなかったこれです。気づいていらっしゃった方、あと同じく気づいていなかった方、どれぐらいいるのかっていうのがめっちゃ気になります。あとは一番上にあるね、身代わり人形のでっかいぬいぐるみ、これ今まで見たぬいぐるみの中で一番可愛いかもしれないと思っているところです。そしていつの間にかセラピアミソラーのヘルメットがここにある。あとなんかちょっとゴミ出てるんだよね、と言いながらクエストを受けていきましょう。で、新クエストで追加された新しいクエストの、今回はこれ、夢見る少女の第一歩、デザイナーを目指しているというエミさんからの依頼が来ています。キッズファッションコンテストのモデルお願いしたいそうです。このエミちゃんって、あの千葉ニャンと赤丸時代のエミちゃんのことかなっていうのがめちゃくちゃ今気になってるんですよね。デザイナー志望の女子高生なんだよな、エミちゃん。またね、会いに行った時に確かめてみたいと思います。では行きましょう。こちらはデザイナー志望の女子高生エミさんという方からの依頼で、キッズファッションコンテストのモデルをやってほしいとのことです。モデル、ここから芸能界デビューが始まるのか。ん？いやー、でもさ、私なんか美人ってわけでもないしさ。あ、でももしかして業界的にはイケてる顔だったりしちゃうんですか？顔安心するだに、今調べてみただにが、顔はあまり重要じゃないらしいだによ。あ、うさぴょん、それは調べても言わない方が良かったかも。そう、怪訝な顔してる。まあいいや、楽しそうだし引き受けちゃおう。うん、そよ風ヒルズの博物館前でお待ちのようです。博物館移動して、依頼人の方エミちゃんと会いに行きたいと思います。あいにくの雨なんですが、あ、中で待っててくれてますね。濡れてなくてよかった。うん、あなたが依頼人のエミさんですね。こんにちは、ダイウサ探偵社です。あ、探偵さん引き受けてくれたんだね。いやー、でも私なんかがって本当にいいんすかね。十分すぎるぐらいだよ。それじゃあ早速うちに来てもらおうかな。はーい。エミちゃんタク、おお、移動してる。モデルさんがいたらいいデザインが思いつくと思ったけど、あ、ダメだな、私全然いいの思いつかないや。モデルが悪いせいじゃない、ダニ。あ、ちょっとウサピョン黙っててくれる？怒ってるよ。これエミちゃんウサピョン見えないから独り言になってる。何か言った？ちょっとおかしい子だと思われちゃうよ。あー、いや、調子が悪いんですか？切り返した。ツッコミなく切り返した。うん、最近は考えれば考えるほどダメになっちゃうんだよね。あ、なるほど、それは困りましたね。ねえウサピョン、なんかいい妖怪いないの？とびきりおしゃれな妖怪とかさ。お、シャレ子夫人、自称おしゃれ妖怪なら結構いるみたいだにが、ちょっとお知らせッターで聞いてみるだに。お、聞いてみよう。妖怪の中で一番おしゃれなのってぶっちゃけ誰？どう？そんなの私に決まってるじゃない。私もおしゃれにはうるさいわよ。あ、花子ちゃん。あ、でも一番おしゃれなのはあの人よね。違うんだ、誰？ジャンク、コシノ。やっぱり一番おしゃれは彼女よね。え、憧れの存在だわ。最近はヨップル社のカフェテリアでお仕事なさってるらしいわよ。なんと、これは行かないと。ヨップル社なんかすっごいおしゃれな妖怪がいるみたいだによ。その名もジャンク、コシノ。その妖怪呼んでこよう。ヨップル社のカフェテリアにいるらしいだによ。そんじゃヨップル社のカフェテリアへレッツゴー。レッツゴー。家からここまでワープしてる。ちょっと待っててもらってもいいですかね。考えれば考えるほど面白くないデザインになっちゃうよ。ヨップル社行きましょう。ポケット音階でもいいんですけど、今回近いのでこっちから。
運河峡ワープでヨップル社。はい、なんか稲穂ちゃんでヨップル社に行くの久しぶりな感じがします。さあどうかしら、行くじゃ。カフェテリアということは下ですね。下下、これ下なのかな上なのかな、いまいちどっちのエレベーターで行ってるのか、感覚的には地下な気がするんだけど、上かもしれないし地下かもしれないしなぁと最近は思っています。なんでかっていうと、なんか窓ないんだよね。いた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 、この奇抜なファッション、あなたがもしやジャンクコシノさんなのでは。来たー、あなたダメね。あ、ダメ出しされてる、しょっぱなダメ出し、なんですと、あなたダメですね。竹竹さん、ちょっとあなたまで言います、何がダメなんですか。そりゃファッションですよ、ジャンクコシノはダサい人の話はまず聞いてくれませんよ。そんなにダサいかな、確かにおしゃれではないけどさ。ジャンクコシノを納得させたいなら一般的なファッションではダメですよ。じゃあどんな格好ならいいんですか。これ私もなんか普段センスなくて、似たような系統の服しか持ってないので、そのあたりこれで勉強しよう。うん。ちょっと竹竹さん、打ち合わせに行くわよ。あ、はい、わかりました。行っちゃう。あの人竹竹さんって言うんだみたいだにね。じゃなくて、あの人忙しそうだから他の人にジャンクコシノのこと聞いてみるだに。おお、なるほど、他の人に聞いてみよう。はい、ヨップル社の中でジャンクコシノについての情報を探しに行きます。なんか矢印結構いっぱいあるので、こっちの下から行ってみましょう。下からだと、え、誰に聞くんだこれ。おお、え、ジャンクコシノさんについて調べてるんですけど、嫌いなものとか知りませんか。ジャンクコシノはとにかく地味なものが嫌いよね。地味なものだにか。例えば茶色い服なんて見せたらため息つくんじゃないかな。なるほど、茶色は NG なんすね。茶色 NG の情報をつかみました。ここ開けてなかった。うわ、幸運の守り、よし。あー、上に行こう。よくここ引っかかるんですよね。茶色ダメ、私結構茶色い服持ってるんですけど、皆さん、え、どうですか。ホワイト系とか服装するけど、でもそれも地味って言ったらシンプルすぎるのかもしれない。あら、迷うねこのジャンクコシノは。ジャンクコシノについて何かご存知ですか。例えば好みの色とか大事。そうね、一つの色よりも大事なのは色の組み合わせじゃないかしら。彼女は二つの色のコントラストが好きみたいだけど。コントラストだに、つまり同じような色じゃなくて全く違う色の組み合わせね。全然違う色の組み合わせ、なるほどなるほど、系統が同じじゃダメってことなんですね。あとはちょっとこっちだ。ん？あ、これ社長室な感じ。あ、違う。主任さん？ジャンクコシノさんについて何か知りませんか？例えば好きな食べ物とか。何？何？今それ関係あるだに？ああ、ジャンクコシノはトマトケチャップオムライスが好きだよ。なるほどなるほど。有力な情報ありがとうございます。どこが有力なんだに？トマトケチャップのオムライス。2色のコントラストが好き。茶色は嫌い。トマトケチャップオムライスが好き。え、だから最後の関係あるだに？もしかして私の持ってるあの衣装なら。何の衣装のこと？よくわからないだにが何か思いついたみたいだにね。ジャンクコシノにもう一回ファッションチェックしてもらうだに。このまま行っていいのかな？お着替えどこでするの？稲穂ちゃん。ん？え、なんかトマトケチャップオムライスの色の感じの服装になりそうな気配はするんですが。黄色と赤？
あんまり私機内行く目合わせだよ。こんちは。たけたけさん。あれ、ジャンク越野さんはどちらに？ああ、もうすぐ戻ってこられますよ。それじゃあ再びファッションチェックに挑戦だ。一体どの服で挑むんだに？これだよね。なんだろう。うわー、4つあるんだ。探偵の服は、まあ、茶色だからちょっと一回ここは覗きますよね。で、同じ系統のか。セラピアミソラは確か紫。メイド服は、紺色？ネイビー系ですよね。メイド服は？これダメ？女子の無敵装備といえばこれっしょ。じゃじゃーん、メイド服。これダメ？ダメよ、全然ダメ。否定されちゃった。ダメ、ジャンク。そんなにダメダメ言わなくても。メイド服じゃないんだ。ちょっともう一回行こう。もうすぐ戻って来られますよ。ここでもう一回。多分探偵は茶色だから違うと思うんだけど。一回やってみます。全体的に落ち着いた色合い。落ち着いてるからダメって言われるよね、きっと。ダメよ。ため息ついちゃった。本当にため息つかれちゃったよ。そういえば地味な色、特に茶色は嫌いって言ってたのにね。これため息。本命2つ残っているんですが、パイロットスーツって、パイロットスーツどこで着てたっけ。あれ、セラピアミソラは分かるんですよ。紫でも結構、あ、でも白が入ってるのか。これを出すことになるとは。とっておきのコスチューム、私のお手製セラピアミソラコス。ダメよ、はあ、やっぱりパイロットスーツだったか。もう全部やって勘すら当たらなかったですね。うん、もうこれで大丈夫でしょ。この選択肢しか残ってないし、5つ目ないもんね。これでどうだ。パイロットスーツ思い出した。そっか、ヤックンの時に来ましたね、これ。来た来た、メカ乗った乗ったYBX 乗った乗った。あ、いいわね。お、やっぱこれっすか。やっぱこれっすかっていうより、これしか残ってなかったっす色の組み合わせも派手だし、何よりケチャップオムライス色ですしね。ケチャップオムライス好き情報が役に立つとは思わなかっただに。時間がないから用があるならさっさと話してちょうだい。依頼人のこと相談してみるだに。実は、うん、つまりその子の力になれってことなのね。お願いします。そんなことでつまずいてるようじゃデザイナーになんてなれないわ。やっぱりそんな甘くないっすよね。でも一度だけなら背中を押してあげてもいいわね。ただし今回だけよ。優しい。協力してくれるんですね。ありがとうございます。背中を押してくれるんだ。依頼人のところに戻るだに。戻りましょう、依頼人のところ。ここからならポケット音楽が使えます。多分いるところは、ひょうたん池博物館の前と思うので、そっちに行きます。もうそれにしてもね、ケチャップオムライスが役に立ちましたね。私もケチャップのオムライス大好きだから、今回のこの流れは嬉しいですが、あの色の服はちょっと勇気がなくて着れない。こうかな、いや、こっちの方がいい。うん、やっぱりなんか違う。この子がデザイナーの卵ね。そうです。うん、よろしくお願いします。ダメよ、そんなんじゃダメじゃんく。お、あれあれ、あ、どうしよう、なんかどんどんアイデアが浮かんでくる。お、効果あったみたいだにね。さすがカリスマデザイナー妖怪。本番までに最高のデザインを完成させちゃうぞ。ジャンクコシノ、すごい。あ、来た来た来た。そろそろダイスの出番だに。私、あ、シャリコ夫人がいる。ウサピョンは一番前にいるんですね。なになに、
なんかすごい、ちょ踊ってるけど、俺はそのダンスも関係あるの？なんという斬新なデザイン、誰にも予測できない大胆さだけど、ちょっと斬新すぎる。踊って帰ってっちゃった。賞取れなかっただにね。ちょっと斬新すぎたとかなんとか残念でしたね。うん、残念なんかじゃないよ。賞は取れなかったけど、大事なことを思い出せたもん。大事なことですか？デザインがどんどん思いついて、私すっごく楽しかったんだ。最近は楽しんでデザインすることを忘れてた気がするの。でも私があんなデザインできたのもきっと誰かのおかげなんだよね。はっきり見えるわけじゃないんだけど、なんとなくわかるんだ。目には見えない誰かが私に力を貸してくれた。そうでしょ？鋭い！第六感？あのですね、それはなんというか、見えてるからね。実はそうなんです。やっぱりね、ありがとう探偵さん。でも私これからは自分の力だけでやってみたいの。だってデザインは自由だって分かったから。ジャンクコシノさん、もうこの子は大丈夫ね。もしかして協力するのは今回だけって、これに気づいてもらうために？さあどうかしらね。めっちゃいい人、違った、いい妖怪だね。これからあの子の進む世界、決して甘くないわよ。でもあの子なら乗り越えていけるんじゃないかしら。楽しみね。ですよね。まだ独り言になってるよ。あ、ツッコミなかった。ということで、夢見る少女の第一歩、バッチリ解決。ステージ上のね、ダンスはね、なんかミュージックダンスの中にあんな感じのやつ、私最近やった中にありました。あれなんかね、似てた。大当たりは深い漢方。お、来るなー。はい、スタミナムアルファ。最近大当たり率が良くない。ということで、エミちゃんの依頼 OK でした。ありがとう、不思議な探偵さん。私きっとデザイナーになってみせるよ。赤丸もきっと応援してくれるもんね。ちょっとですね、エミちゃんとジバに合わせてあげたいので、いつものウサピョン、ごめん、ちょっとだけ変えよう。ガーン、はい。名前ジバニャン。ほいほい、よし来た。ダニー、ダイスの間できるのミーぐらいだに。ごめんね、でも理由があるんだよ、ウサピョン。だってあの位置にエミちゃんいるってことも、もうこれ一回でいいからやってあげたかったんだよ。ほら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 、ジバニャン、エミちゃん、エミちゃん。そう、コンテストの後なんだけど、ここからね、エミちゃん家にまた遊びに行くことができるんですよね。何も起こらないとは分かっていますが、ほらほら、ジバニャンと、ジバニャン、エミちゃんだよ。こう話するとね、あ、そう、赤丸もきっと応援してくれてるもんねっていうので、ジバニャン連れてきました。よし、よかった。これがやりたかったです。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!